受胎告知は、ルネサンス期のイタリア人芸術家、レオナルド・ダ・ヴィンチとアンドレア・デル・ベロッキオが1472年から1475年頃に描いた絵画。フィレンツェのウフィチ美術館が所蔵している。ルカによる、福音書1.26から39に記されている、大天使ガブリエルが、キリスト受胎を告げるために、聖母、マリアの元を訪れた場面が描かれている。 ガブリエルは、マリアが、諸女解体の奇跡によってイエスと名付けられ、神の子と呼ばれる息子を授かることを伝えるために、父なる神から使わされた。受体告知は、美術作品のモチーフとして、極めて普遍的なもので、当時のフィレンツェでもルネサンス初期の画家フラ・アンジェリコの、絵画のように多くの美術作品の主題となっている。レオナルドとベロッキオが描いたこの、 受胎告知の制作依頼主や初期の来歴についてはほとんど分かっていない。受胎告知はフィレンツェ近郊の聖、バルトロメオ・リーブサン修道院からウフィチ美術館が1867年に入手した。修道院の伝承ではドメニコ・ギルランダ用の作品とされていた。その後1869年にドイツ人美術家具スタッフ・フリードリヒ・ヒワーゲンが提唱していた。 鑑定手法に従って、カール・エドアルド・ライプハルトが工房での徒弟修行時代のレオナルドとその師であるベロッキオの作品であると鑑定した。ライプハルトはフィレンツェで活動していたドイツ人美術研究者たちの中心的な人物だった。当時の一部の美術史屋の中には、受胎告知がレオナルドの作品であることに疑義を呈する者もいた。 絵画鑑定に科学的手法を持ち込んだイタリア人医師ジョバンニ・モレンリも理論を唱えた一人ではあったが、当時から受体告知がレオナルドの作品であるという説は広く受け入れられていた。レオナルドとベロッケオの作品ではなく、例えば同時代の画家であるドメニコ・ギルランダオの作品ではないかという説も唱えられてきた。しかしながら、キリストの洗礼と同様に、 レオナルドとベロッケオの共作でほぼ間違いないと考えられている。ガブリエルが手にしているユリの花はマリアの象徴性とフィレンツェの象徴である。背中の翼はレオナルドが描いたオリジナルでは飛翔する鳥の翼を模写したものだったが、後世の画家によって長く伸びた翼に描き直されている。また、ベロッケオはユーナマリエの具を使用して大胆な筆致で、 受体告知を描いた。これに対してレオナルドは無縁絵の具を使用した柔らかな筆地で自身に任された背景部分とガブリエルを仕上げている。マリアの前に描かれた大理石のテーブルはおそらくベロッキオが同時期に手掛けたフィレンツェのサンロレンツォ大聖堂にあるピエロディ・コジモデ・メディチンの母秘彫刻を模している。またマリアとテーブルとの空間的な関連性や 初見台に置かれたマリアの腕などの不明確さなどに未熟な表現が見られる。2007年3月12日に日本へ受体告知の対応展示を認めた文化財文化活動大臣とイタリア国民との間に大きな騒動が巻き起こったことがあったものの、史上3度目の考え展示が東京国立博物館で実現し、同年3月20日から6月17日までの 展覧開会,会期中に約80万人が来場した。ありがとうございます。